始まりました少量チャンネル。翔太です。りょうです。少量です。今回は、はい、シリファンクさんにいただいたマッケンチーズでアレンジレシピ、ね、はい、シリファムさんからたくさんマッケンチーズをいただいたので、うん、これを使って料理していきたいと思います。はい、今回は今日作るのがマカロニ、あ、間違った、今日作るのがパスタパエリア風マッケンチーズを作ってみたいと思います。お願いします。はい、はい、レッツクッキング。合わなかった。はい、では材料の紹介をしていきたいと思います。まずマッケンチーズ、あと鶏肉を使います。パプリカ、赤と黄色用意しました。アスパラ、玉ねぎ、ニンニク、シーフードミックス、カットトマト、コンソメ、あと白ワインです。少量って言ってんだろ。はい、そしたらまず材料の下ごしらえをしていきます。鶏肉ちょっとサイズはお好きなサイズでいいと思うんですけど、僕たちはこれちょっと半分くらいの一口大にしていきたいと思います。おーい、もうその音やだ本当に。あ、こないだも言ってたよね。我慢して。あの黒板にさギーってするのと同じような感じ。うん、ああ無理、もう持てないカメラ置く。ダメ、あと1個我慢して。はい、カットできました。はい、次にパプリカをカットしていきたいと思います。ヘタ取ります。そしたらパプリカはですね、ここの白いところを取り除いてください。取り除いたら縦にカットしていきます。はい、次アスパラをカットしていきたいと思います。アスパラはですね、何等分にしようかな、4等分くらいにカットしようかな。はい、こんな感じで短くカットしました。茎の根元の方はですね、あの皮が硬かったりするので、あの気になる方はピーラーとかで剥いてもらうと食べやすくなると思います。次、玉ねぎをみじん切りにしていきたいと思います。玉ねぎをですね、みじん切りにするときはここの根っこの部分を残してもらって、こっちはカットしてもらうんですけれども、このカットしたところをまずこういう感じで横に切れ込みを入れていきます。はい、こんな感じで横に切れ込みを入れたら、今度はこうですね、こう縦に切れ込みを入れていきたいと思います。はい、こんな感じで切れ込みが入ったら、あとはこれで簡単にみじん切りができます。はい、みじん切りができました。はい、あとはニンニクもみじん切りにしていきたいと思います。はい、まんじゅうあるの、そこに。あー、そうだった、忘れ
あ、ニンニクのいい匂いがする。はい、ニンニクもこんな感じで粗めにみじん切りにしてください。そしたらこれはさっきみじん切りにした玉ねぎと一緒にしておきます。少女チャンネル。かわいいよね。送っていただきましたね。ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいよね。うん、あとね、ビールとか、うん、これもね、送ってもらったんです。ね、大阪の地ビールって言ってたっけ。そうすごいよね。とか、あと、もろもろね、ありがとうございます。ありがとうございます。 OK。 うん、さあ、じゃあ焼いていこうと思いまーす。はーい、はい、まず、うん、フライパンに、うん、オリーブオイルを、はい、どんぐらい、少量、ギャンギャン、うん、そんなもんでいいかな。はい、で、火をつけて先に鶏肉を焼いていきます。どのくらい強さ。あんまり強すぎない方がいいと思う。軽く焼き目がつくくらいでいいと。少量じゃない方がいいんじゃないかな。多分足りなかった。うん、ちょっと少量じゃ足りないかも。あの、よし、じゃあ一旦お皿に取り分けます。そしたらこの鶏肉を焼いたフライパンに、はい、さっきみじん切りにしたニンニクと玉ねぎを入れて炒めていきます。いい？うん、入れて。これももらい物ね。この服もいただきます。この服も、これもエプロンもね。エプロンも全員ね、ちょっとなんか見てくれてる方だね。いろいろもう服とかもほとんどあのプレゼントになっちゃうかもしれない。嬉しいね。嬉しいな。はい、はい、こんな感じで、うん、いい感じの色になってきたので、うん、さっきカットしたパプリカと、うん、あとアスパラ、うん、も一緒に炒めていきます。これでね、なんかニンニクの味というか香りというか、それを移していく感じ。なるほどね、うん、いいね。はい、はいよ。いい感じで炒まったので、そしたら一旦アスパラとパプリカは取り出します。アスパラとパプリカだけ。うん、はい、取り出してください。はいよ。はい、はい、そしたらですね、次、うん、さっき炒めた、玉ねぎ、ニンニクのフライパンにトマト缶を入れていきます。こちらね。はい、はい、カットトマト入れていきます。はい、よいしょ。そしたらまた火にかけて炒めていきます。ちょっとね、フライパンがさっきのだと小さそうで溢れちゃいそうだったので、うん、変えてみました。はい、ちょっと大きいやつに、うん、はい、そしたらある程度炒まったらですね、ここに、白ワインをちょこっと足していきます。どのくらい。大さじ1くらいでいいかな。入れます。おーい、はい、はい、そしたらこの中にお水を入れていきたいと思います。はい、で、お水なんですけれども、うん、1000くらいにしようかな。1000で、はい、はい、そしたらですね、1リットルですね、お水を入れました。で、これを、沸騰させていくんですけども、この時にコンソメも入れます。はい、コンソメ、コンソメ顆粒。どのくらい。はい、大さじ1くらいでいいと思う。で、マッケンチーズの、
チーズも後で入れるんですけど、結構味が濃いめだからここでそんなに測った方がいいと思います。確かにね。ちょっとあの俺は目分量あの感覚でちょっと入れました。パプリカ歌いながら踊ってました今翔ちゃんが。もう一回やってよ。できない、俺踊れない。いつも踊ってんじゃん。終了。沸騰してきましたか。はい。そしたら沸騰したらですね、はい、マカロニを入れていきます。おいっす。マッケンチーズのマカロニ登場。袋入ってるから気をつけて。そう、なんかこういう感じになってるので、うん、なんかなんかさ、この箱にそのままマカロニが入ってるのがさ、ちょっと海外っぽいよね。そうだね、確かに。日本のだったらなんか何かしらのそうもう一包みあるけどね。強火？あ、強火のままでいい。はい、じゃあ、入れますね。うん、両方入れたくさい。ドドドドド。はい。で、たまに混ぜながらですね茹でていくんですけれども、うん、これはパスタの茹で時間なので今回は7分茹でていきたいと思います。グツグツグツコさんじゃん。 What? グツグツグツコさんじゃん。グツグツグツコさん、やってやってって。グツグツグツコさんやって。グツグツグツコさん、いいね、本格的だね。あ、なった、なりました。はい、はい、そしたら、はい、一旦火を弱めよう。で、マッケンチーズについてるチーズを入れていきます、はい。あ、一袋でいいかな。うん、入れます。今回は一袋だけ入れたいと思います。ちょっと濃厚な感じになって美味しそうじゃない。ああ、はい、じゃあこれを、はい、入れていきます、はい。さっき炒めた鶏肉とパプリカ、アスパラを鍋に入れていきます。なんで輪っか作ってんの。あ、そういうこと。あ、そういうこと。まあ、まあまあまあ甘く見てよ。全部乗っけて。できない。普通に散らせばいいよ。なんでそこで A 型出すかな。あ、そうなの。散らせばいいの。そう。あ、そこそこそこ。なんかなんかセンスだな、センスだな、そういうのセンスだと思うな。じゃあ、はい、2分経ったので、はい、いくよ。はい、せーの。あー、すごーい。あー、美味しそう。美味しそうだね。すごい彩りがいい感じ。いいね。はい、はい、じゃあ食べていきたいと思いまーす。ひょにょ、じゃーん、完成しました。美味しそう。めっちゃ美味しそう。早く食べたい。うん、食べよう。いただきます。いただきます。うん、美味しい。美味しいね。うん、これ美味しいね。ご飯入れたらほんとパエリア。うん、あのチーズの袋を今回一袋にしたんだけど、うん、2袋入れて全然大丈夫そうだね。うん、うん、入れちゃってください。うん、めちゃくちゃ美味しい。うん、おしゃれだしね。ね、簡単だしね。美味しいね。うん、翔ちゃんでも作れた。うん。あ、そう、うん、美味しい。魚介もシーフードミックス入れたから魚介の出汁も出てるしね。美味しいよ。うん、
スパラとかパプリカもシャキシャキしててすごく美味しい、うんうん、美味しい。いや、こんなにうまくいくとは思わなかった。うん、美味しい。結構簡単なのです、うん、ぜひやってみてください。はい、はい、今回の動画はここまでにしたいと思います。美味しそうだな、食べてみたいなと思っていただけたらチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた。